ということでやっていきましょうか。タコワサ姫をまずは通過前に行くでやんすよ。あなた誰なの？ああ、私、ぼっちゃんちゃんちゃんです。はい、どうも、バッタくんです。あ、おはようございます。多分この時間が、じゃねえや、この上やるのじゃ、なんでもいいや。はい、とりあえず、お怒り姫。だってほんと、でもタコワサって言ったけどさ、なんか妙、まあ、的置いて妙みたいなさ、なんかさ、だってさ、どう考えてさ、マジってさ、マジとか言ってくる、そんなことどうでもいいんだけどさ、だって、どう考えたってタコチューしてるもんね。で、これでさ、しかもさ、周りのさ、組飾りだったりさ、それからなんか髪飾りだったり、髪の毛とかっていうかさ、もうなんか全部もうわさびの色だもんね。ね、ちょっと顔色悪いタコみたいな。よし、ということで、チャラチャチャ、じゃあ、時間がありましぇん、シャー行きましょう。ということで、走って、あれなんだね、クリアをしても、なんだっけ、あれはあるんだね。あれです。水にジャポン、ちょっと浴びてみたかったんでございました。と、前回、ジャポン。で、どこだ、あった。すぐ目の前に、こんな目の前にいるんだったら、兵力上げて死んでいって、オドラぶち殺して、ヒメスも助けこっちゅうねって、何やってんのよ。一国の王が聞いてあげるぜ、ほんとにもう。チャラチャチャチャラチャ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 、通せ、バカ野郎。よし、行け行け。ねえ、ここは逃げる。よそのもの、出すぞ、お前、この野郎。ヒメスマッピーって。じゃあ目の前で変身してやるよ。てかこいつがあれだね、目の前で変身してもさ、なんかガバガバで通してくれるってくらい、なんかすっごいこう緩いというか、そんなんだから国滅ぶんだぞ。はいはい。じゃあバカ猿を見に来たんじゃなくてよ、アホ猿を見に来たんだよ。モンキー・ディ・ラ。あれ？ちゃちゃガチャ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 。なんて人いくことよ。あれってもうあれだね、普通にそこにまだ吊るされたまんまになってるね。どうなってんだろう。早くお父さんも出してください。出したっちゅうね。さあ、姫ではないかー。ムーン、お父さんのバカー。ああ、なんか俺が言われてるみたいで嫌だわ、ほんと。最近ね、すごい娘が短気になってきてるんだよなっていうのもさ、俺もだけど、奥さんもだし、やっぱちょっとね、だら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 娘がね、保育園に行くまでとかさ、お風呂に入るまでとかってやってると、すごいちょっとやっぱりね、怒っちゃうんだよね。で、そのなんか、知らん、早せとかっていうことを言うと、やっぱね、なんかこう、なんか娘もそれを、当たり前としてしまうというか、まだ3歳半だからさ、それはね、大人がこ、ね、こう、投げかける声を、声というか、言葉っていうのはやっぱそのまま真に受けてね、自分がうんぬんってなっちゃうのっていうのは、そこはすごいちょっと反省しなきゃなんねえべっていうところだよね。ってことで、ドゥンタコス、ドゥンタコスったらドゥンタコス、あれ？執事がいなくなってる。早かったよ。はいはいはい。これで、なんとかなる？あなた普通なんだ。マジ？ってことで、タタタタタタ、そんなことはどうでもいいんだけど、とりあえずピン、ピン。で、これと、あともう一つなんだっけ、あれやっとかなきゃいけないですよね。夜中に、女の子は、なんか、キャッキャ、もういいや、もう泳いでいこう。パパ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 パ、私、じゃちゃかちゃっぱ、ピピピピ、泳いでいきましょう。泳いでいくのはいいけど、これ、普通に登れなさそう。いや、普通に登れるよね、これ。てか、これ、泳いでるけど、あれで行けばよかったね、ゾーラ。多分ゾーラでもぐもぐしてたらなんかパックンチョとかできそうな気がするよ。登ります。さあ、羊さん。あなたが羊なら私はウサギです。ブレーメンの音楽隊。頭どうなってる？マカオとジョマみたいになってるじゃん。ジョマの方か。ブルーオッサマ、この度は。マカオ、ジョマ。じゃあ、これマカオか。未だにマカオとジョマどっちかわかんない。早いな、こいつ。シャイン、シャイン、シャイン。やばい。あれ？怒られる？これ。殺される？俺。あれ？殺されねえ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。てか、これ久々にやるなって。しかもさ、これさ、結構長くなかったっけ？これ。おめえら何なの？あれ、デクナッツの旅だからあれ、別に襲ってこなくて済むみたいな、そういうオチ？おいー！あ、やばいやばいやばい。待って。ほわ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 。あー、助かった。ちょっと、これはちょっと怖いな。よいしょ。飛びすぎ新作。ってか、本当はアカルピーの方をパッコンパッコン行けば邪魔だな、怒り夏だっけ、どうしてもいいけど。切れねえんだよな、こいつら。あっち、溶ける。帰りは普通にこう、ぴょんぴょんきち。わんこ、やばい。流される。
やばい、音がどんどん遠くなっていく。ふわふわ。あ、でも待ってくれてる。おい。おい。おい。オッケー。ちょっと待って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 。大兄さん、こちら、手のなる方へ、ふわふわ言ってる声を聞け。で、どこだ、どこだ。あ、ばばばばばば。あ、いた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 。すげえゆっくりだ。やっぱこれ、進むスピードによってあれなんだね。あー、優しいな。さすが執事ですね。でもこれさ、優しくなーい。全然優しくなーい。めっちゃ、てか、あっちー、ちょっと待って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 。あっちーパート2。ちょっと待って。でもさ、こいつらもさ、よく考えたらさ、こんなさ、あの、火のなる方へってやってたら、普通に燃えてお亡くなりになるだろうに。おら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 、階段だから関係ねえからな。こいつ、うさぎの仮面か。うわー、危ない。なんてやつさ。うおー、上からゴロ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 に。ゴローニャがいっぱい降ってきた。あ、どっちかってゴロンかな。で、こっち、左行って、左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 、なんとかの法則、なんとかの法則、フラメンコの法則。よいしょ、何これ。こうしたってやばいのかな。ほい、ということで、もうちょっと、結構長えな。これ、入り口までちゃんと返してくれるんでしょうね。あれ、どこまで行くの。あ、お金、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 金。やったー、ゴロンだー。全員皆殺しだ。走ってへっこむんかい。あ、着いた。とか、お前の傘どうなってんの。さすがブルーホース様。ホースなんだけどな。金のゴマだれー。匂いを嗅ぎ分けます。で、キノコ、なんかすごい、ブン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 飛ばしちゃった。うわー。お前もこれ出せるってことはなんだ、ボスか。ボスか何かなんか。髪型面白いな。おひげはおしゃれだな。ああいうのってなんかもうアミーゴーとか言ってくるようなさ、ひげじゃないと多分無理なんだよね、普通に考えてね。ということで、戻ってまいりましたと。じゃ、じゃかじゃかじゃ、じゃ、じゃかじゃかじゃ、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 ああ、違うな。まだ5時か、5時半か、2時まで時間があるな。ってことは、あれをやる前に、あっちをやっていきましょう。もうあれあればっかりで、皆さんこうね、何がわかんないという話だかもしんないけど。じゃあとりあえず、そうだな、そうだよ、朝日が昇る。これまあ前回から言ってんだよな。よし。チャ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 これを、ちゃうー、こんなところで植物になってみや、カッチンコッチン、おちんちんやで。これと。あれなんかなりたいものになれなかった。まあいいや。くる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 、ファイヤー。さよなら、青テクタイツ。ちゃちゃちゃらちゃちゃちゃらちゃ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 、ピルピン。おー、登って回る。邪魔。あ、すごい上手。まあ、俺も上手。サメは上手。で、こっち入っていって、プレス。ダイヤナイツ。ダイヤナイツ？で、とりあえず、これは燃やしてないといけないから、火をつけて、ファイル。どっかでなんか火がなかったっけ？こいつら普通に、あれかな？眠らしたらいいのかな？眠らしたら火つくとこかな。はい、おやすみなさーい。じゃんじゃん。ふわーんふわーんふわーん。あ、寝たらあれなんだ。てかどうなってんの。寝たらこうなるってさ、もうなんかむちゃくちゃよね、普通に考えると。あ、ちょ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 、もう。だって普通に考えるとさ、寝たらさ、火がつくってことはさ、こいつらの声のせいでさ、火が消えてるってことだろ？恐ろしすぎん？やばいやろ。どんな声してんの？ね、それを、ワオーって平気で耐えているリンクもすごい。だって、他のゴロン族はさ、なんかさ、もう耐えられませんわーってさ、耐えられませんねんって言って、なんかずっとゴロ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 してたわけでしょ、ゴロンだけに。くったらねーさ、だって。で、テラテラテラテテン。まだならないだたん。よいしょ。オッケー。
あ、やばいやばいやばい。これ全部つけなきゃいけないんだっけ。オッケー。じゃあ、ぐるん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 。パラパパピン。よいしょ。ちゃんちゃんちゃちゃん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 ちゃちゃん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 ちゃちゃん。オッケー、ファイル。あー、いいね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 。ということで、じゃあ、ゴロンゴロンしましょう。ローストビーフを食べましょう。ローストお肉を食べましょう。次、こっからでいいのかな？お、てか、おめえら、寝てねえのかよ。寝てるのかと思ってた。さあ、運試しゲームだ。ファイル、デーン、お一発本日は大吉なり、皆さんおめでとうございます。つかめないんだけど。さあ、じゃあ、よかった、ゴロンが脇がじゃなくって、今頃脇がだったらみんなもう匂いで倒れてね、おやすみなさいってなってるところだったんですけど、はい、ということで、これをまあ運びながらね、行こうかなと思いますね。ということで、どちら、こっち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 、結局あれだもんね、なんだっけ、ダイナマイツナイツで、ビッグビッグボムをさ、ビッグマムみたいな感じに言っちゃったけど、ビッグマムと連れてくのと変わらないもんね。青テクって危ね、ギリ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 崖の上を行くように、君に出会えてその時からもう一人じゃ痛い。急に現れたもう二人持って行ってポイポイ。これちなみにさ、その画面が切り替わるマップのところのところでさ、ポイって投げたらあれなのかな、普通に取れなくなっちゃって、で、どこに行ったのか、みたいな。このタイプの岩ってすごい美味しそうに見えるよな。まあ、お肉か。ほら、マンモス肉、はじめ人間ギャートルズでさ、こういうお肉とか出てくるじゃん。あれ、超うまそうに見えるもんね。俺、昭和の生まれみたいになっちゃってるけど。まあ、どっちかっていうと昭和寄りの人間だからね。だって平成4年とも昭和みたいなもんでしょ？バブルが弾けて、バンバンバンよ。なんか92年生まれからの人間が一番なんかもうなんか恩恵を受けてないみたいな、なんかそういう言われをしてるとかってすごい残念になってくるよね。あれこれってさ、俺が、ああ、いた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 、死ぬ前にいっぱい腹いっぱいこいつが食いたかったぞらーって、はい、どうぞ。ふぅ、ここごろ、ここごろ、暖かいところ突然悪いけど、ほら腹減ってここで動きなっちまってるごろ、はい、あげるごろ。これは特上ロス。ドドンゴドウクズさん、なんでそれを、誰かのへそくりだったのかな。あー、なんか食べるところはお見せできませんって。うおー、元気が出てきた、出すーって。今死ぬから待っててくれー。その距離だったら降りれんだろうよ。ところで、ドンケイヨ様、ください。あた、仮面というよりはなんかほんまにあれだね。あ、生きてました、ギリギリ生きてました。はい。帰れ、帰れって言われながら来た。おーっと、オーラの気持ち、金のごまげを。それかぶってカエルの歌が聞こえ、ゴロン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 、さよなら。ということで、終わりましたので、一旦どうしようかな、何しようかな、暇だな。ね、とりあえず暇してるんで、例の時間になるまでカッツしましょう。ではでは、お時間まで、さよなら。ちょっとね、時間があるんでね、ここの量、すごいとこ乗り越えていくな。おいしょと、おい。で、ちょっと待ってね、前回これで呪われちゃったからね。そう、初日の夜しか、こいつに当たるとめんどくさいんですよ。あー、まためんどくさいのがいるな。よいしょ、初日の夜にしかできないことがあるので、それをまずやっていこうかなと思いまーすと。それをクリアしたら、まあ大体時間になるかな。まあ3時までにね、牧場行けてればそれでいいから、あ、これかな。そう、よっすー。ん？体調ほどの、塩をかけすぎて縮んだかもしれませんね。お久しぶりです。お久しぶりです。ご無沙汰しておりますでしょ？しておりますぞって、こっちは、じゃあ墓はお化け。いいんですか？あ、お化け？私、お化けです。あちょう、あちょう、あちょう、あちょう。あいつらめっちゃくつろいでるな。全員始末済んでおります。じゃあ、チャラシパキピーン、降りていくと、そう、おーおーおーおお。すげえ怖いところ来た。怖い。怖いが怖いで、あちょうで、ちょ、これは取って、あ、なんか、つけなきゃいけないのかな、これは。わー、なんかいっぱい、え？
これ全員向かってくる。全員向かってくるだす。向かってくるやつは全員、これバットバットだっけ、なんだっけ、なんだ、あれだよ、日本語に出したらコウモリコウモリだよ、ただ。なんかコウモリしてんな、お前らって。確かにな、コウモリって。でもコウモリって、ってか待ってよ、こんな群れてたっけ、こいつらって。おいしょ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 。おい、なんか出てきた。ヒーン。これなんか、ただのギャーな気がする。ちょっとね、じゃあ、こう、ギャー。ギャーねー。じゃあ、刺さってんのよ。宝箱に刺さってんの。チャラチャチャチャラチャチャン。パラパパパンか。あ、アラバマ人。アラバマって言ったらやっぱフォレストガンプ思い出しますね。ああ、別にいらなかったわ。まあでもこいつらがね、いるとめんどくさいもんね。で、行くと、おい立ちはだかってんなー。え、しか、1個、なんか1個持ってる。よいしょ、ね、よいしょと。えい、で、俺の隙を見るのよ。シャイン、そう、こいつ、コヘルト早くなってんだよな。シャイン、そう、シャインじゃなくてさ。あっ。おー、あれ？うえ。あ、なんかすごいスタイリッシュ、なんか女の子みたい。あれ？ナボールなのか、こいつは。だってほらさ、よく見てよ。おっぱいー、ほら、おっぱいある。うーやー、首がー。でも声はおっさんなんだよな。ゴリッゴリにおっさんなんだよな。どうだ、うん、お、ジャンボーリミッキー、ジャンボーリミッキー、ジャンボーリジャンボーリ。私のた、お前、アイアンナックごときに魂封印されてたのか、ルイージじゃないですか。私はイカーナオーケ使う作曲家、フラット。じゃ、シャープ？この死の頃私の間、シャープか。シャープの方が上なんだよ。まあ、確かにな。シャープはだってね、半音上がって、フラットはね、3音下がるからね、閉じ込めた。死者恐れぬ者よ、私の後ろに刻まれてよ、歌おう。そして、うん。すせなまず、私の涙、大地に通る神は私の怒りだと、めっちゃ怒るやん。ああ、閉じ込められたから。まったく。兄弟仲良くしろよな。違う、パパパー、パパパー。大衆、私の怒りなり、雷だけに怒りなり、なりなり、もういなり寿司でいいよ。パパパー、パパパー、似たような音楽、ってか、全く一緒なんでね。OK、早かった。今のはアカデミー賞ですね。じゃあ、グラミー賞か。何賞でもいいや。パー、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 嵐の歌を。思い出したってさ、今。忘れてたの。こんなとこで雨降らしてるくせに。雨降れ降れ、母ちゃんだと。これで？あと、ちょっと待ってね。めっちゃ席出そう。失礼。これちなみに、危ない。あっちは行けないね。じゃあ、こっちから。ふわーライドー。で、こっち。し、撃てる。いやあ、あいつら火怖くないのかよ。燃えないの。すごいね。で、また埋まってんだよなー。ね、かわいそうに。柔軟性マックスだよね。ハートばっかりよ。すげえ。あ、なるほどね。ハートがなかったらあれだったってことですね。どうしようかな。じゃあ、嵐の歌を。復活し、向こうで、なんだっけ、これ、なんだっけ、お前ら敵になるのかよ。じゃあ、始末するけど。なんだったっけ、なんか、スクワットじゃなくて、あれでもあるんですよ。なんか、スクワットじゃなくて、忘れちゃったなぁ、もう。いや、なんでも。懸垂の仕方でなんかあったじゃん、ほら。ジャンピングスクワットじゃなくてさ、なんで牽制のジャンピングスクワットなんで。スーパーマンなんとかだっけ？ね。よし、まあ、あっち行けるんだけど、そっか。やべ！あー、やっちまったなー。あれ、これってもう一回あれ話しかけなきゃいけないのか。めんどくせえな。まだ時間あるしな。呪いで剣がない。ひぃ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 ひ
分かった分かった。お前もあの、さまよえるイカーナーの おっさんっていうことは分かってるから、とりあえずガロッとくわ。ガロッて見せようほどといです。オーケー、いいお面つけてるねどうせならあの、上で、あれね、エポナ連れていけたらよかったんだけど、さすがに上まで連れていけないからな。ほんでこ、じゃ、こう、ブブン。よいしょ。で、こっち。じゃあね、エポナ、また会う日までは、お座引き、日よきこう。で、剣が抜けない状態になっちゃっているので、まあ、そんなことはどうでもいいんだけど、走っていきましょうか。あたたたたたた、あ、違う、間違えた。これでいいのかな？あたた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 た。剣が抜けない？だってこいつ、つか青い色でなんか呪われる、どういうことなんだろうね。呪いってなんかあったような、スーパーマリオ RPG じゃなくて、なんだっけ、あれ。あれです。とにかくあれです。うわぁ、ギャズビコー。ギャズビコーで、ここを走り回ってる変態野郎がいるんだよね。そんなのは、どうでもいい。あう。あれ？今出てくんのかよ。おっそ。来い来い。ドゥ！あー、無理！てて。来い。痛いわね、本当にもう。なんかもう、日本語が喋れなくなっちゃってんだよ。オッケー。で、ね、これ結構ね、確かギリギリ崖の上のチョップだったと思うんだよな。よいしょ。んで、よいしょ。こっち行って、で、どこだっけ？あったあったあった。あ、そうでもない。もっとギリギリなのかと思って。これ、ハートじゃねえ。あれがギリギリになってんじゃん。なんだっけ、こいつ。あれ剣がいつの間にか抜けるようになってる。あれそのわずかな時間だったっけ。はい。じゃあ35歳のおっさん落とします。落とせないのかよ。よいしょ。あんまりこれを使い切るとね、良くないんだよなぁ。ちょ。あれ？おっさん？上か。こいつらもね、普通にね、ぶち殺したらもう呪い解けるじゃねえと思うんだけどね。まあ、あれだよね。見ると、おっさん、ちょっと待って、こら、じじい！帰っておいでー。お帰りなさーい。もう、なんか、いいな、3年後、このじじいと同じ年になるけどさ、このくらい強靭な、膝が欲しいよね。ロックベル。ピー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 。このにやけ顔がマジで腹立つ。ということで、もういろいろなんかもうむちゃくちゃなことやりまくってんだけど、とりあえず、じゃあ、我の怒りをギャズビコ、あ、でも今やってもあんま意味ないか。意味ないというか、このストーリーを進めていくわけじゃないから、いいかな。後にしましょう。ピーピーピー。何？とりあえず、矢がいっぱい来た。やーね。あー降ります。これ降りるとどこに行くんだったっけ？とりあえず流されていきましょう。じゃあ、あとはあれだね。3時になるまで一旦待った方がいいかな。うん。で、4時、2時になって、で、1時、0時。本当にこれどこ行くんだったっけ？あ、あれか！思い出した。うん。みんな分かってないだろう。そうです。ここです。ただいまー。はい、はい、じゃあ、また、なんか、出会いがあるまでカットしましょう。ではでは。お姫様、迎えに来たよー。私がクッパだ。これ、ちなみに矢じゃないとぶち殺せないんだったっけ？直接剣でいける？まあ、これでもね、お化けじゃなくて、ただの人なんだよね。でも、こんだけあれだな、アルバイト雇ってる。あ、嫌じゃないとダメなんだ。へぇー。ちょ、裏からも来ている、裏からもお化けが来ているから、めり込んでしまったらダメです。よいしょ。で、こう、しばらくね、こうしといたらもうね、安心だからね。
よいしょ。おい。ちょっと、オッケー。あ、ちょっと、なんかコントローラー硬い、コントローラー硬い。なんかあれ、直接物理で攻撃しようと思ったらあれなんだね。毒みたいな感じになっちゃうんだね。近いな、おめえら。ほい、ワン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 。あ、犬が行く方がなんか近いみたいなの話は聞いたことがあります。あ、ちょ、刺さってる。よいしょ、あと何時間、結構な時間耐えなきゃいけなかったんですけど、5時間くらい耐えなきゃいけない。違う、5時間は言い過ぎだ。地形な、おめえも。バイバイ。おお、柵を乗り越えてくる。なんと利口なお化けさんなんでしょう。ほい、シュ。で、ほい、あ、倒すとあれなんだ。いや、あ、でも、いいや。これ、チャラババン。チャカ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 、あ、やった。もう、でも終わりなんじゃないか。すごいな。殺した瞬間、お化けを殺すってなんかもうパワーワードだけどさ、すぐにあれだね、復活してくるね。チャッチャーチャッチャーは近いー。目からビーム、なんか目からライトセーバー出してやがる、こいつら。はい、さよなら。あー、さよならは俺だ。やばい。はい、さよなら、ビーンビーン。あ、しかもこいつらヤードしてくる。なんて親切な奴らなんだ。自ら倒してくださいって言ってるようなもんだぞ、これ。ねえ。大量生産。ねえって言った瞬間のこのあのなんか自分がめちゃめちゃ滑ってる感じがするのすげえ嫌なんだけど、誰か返事して。無理か。てかもう解けろよ、早く。太陽がさんさんピリピー。もうあー解けたね、お亡くなりですね。ありがとうございます、私は強いです。やって勝ったんだね、ありがとう、君のおかげでパクパクできるよって。そうだ、これロマニカの腰に手を当ててグイッと。え、腰に手を当ててグイッと言っていいんですね。オッケーです。あ、ベッド。じゃあねー。勇者くん。じゃあ、パカパカピン。ということで、初日の夜終わりですね。ということで、無事に終わることができましたので、お邪魔しまーす。寝込み遅いません。ということだったので、一旦じゃあ、このパートはここまでかな。いろいろとやることができたので、はい。じゃあ、次回はですね、マーロニーちゃんをやりつつ、次、まあ、メインストーリーを進めていくみたいな感じでやっていこうかなと思いますんで、こうご期待、そしてチャンネル登録ボタン、グッドボタンをお忘れなく、お待ちください。ではまた、お会いしましょう。さよなら。バイバイ。